どうも、斉藤慎司でございます。はい。今日はですね、ちょっと変わった企画なんですけれども、今現在、誰かとお笑いコンビを組もうとしている方、だけに向けて、動画を作りました。非常にニッチな動画になるんですけれども、今ね、これを見ている若手芸人の諸君、いるかどうかわからないですけれども、の中でいる、コンビ名何にしようかな、売れるコンビ名つけたいなっていう人に向けたこれ動画となっておりますので、よろしくお願いします。はい。売れるコンビ名、ね、今、どうしようかなと思っている方に言いたいのはですね、売れるコンビ名っていうのはあるんです、これ。ね。で、売れるコンビ名には法則がある。これはよく聞いたことがあると思います。例えば、ダウンタウン。はい、うっちゃん、なんちゃん、ナインティナイン、爆笑問題、トンネルズ、はい、全部んがつくと、これはもう有名なお話です。芸人をしてる人でこれを知らない人はいないと思います。コンビ名にんがつけば、売れるんだ。しかも2つつけばもっと売れるって言うんですよね。ダウンタウン、ウッチャン、ナンチャンがそうだろって言うんですよ。でもよく考えてください。その2組しかいない。それはただあの2組が才能があっただけだ。ということで、でも、んがつくっていうのは、まあ、科学的にというか、ちょっとね、理解できるところがあるんですけれども、それは、んっていうのは口を閉じる、こう、言葉なので、安心感があるらしいんですよ。言葉の中にんっていう言葉を口を閉じるっていうことがあるっていうのは安心感が得られるというんですけれども、僕はさらにですね、そこに深掘りをしましてですね、いや、もっと共通点あるよって思うんですよ。これはあんまりどこでも見たことないんです。ね。んがつければ売れる。いやいやいや、そんなことなくないですか？もう今の世の中ね。もうほとんどの人がそんなことないですよ。ただ、僕が思うもの、思う売れてる人の法則を当てはめると、さらにこう広がるわけですよ。それは何かっていうと、母音が、あから始まるコンビ名。はい。売れてる人多いですよ。もうざっと言ってももう言えます。それこそダウンタウンさん、爆笑問題さんもそうでしょ。ね。ね。ナインティナイン。あで始まる。やっぱ口をあーって開けてから始まるコンビ名がいいんです。ざっと言いましょう。アンタッチャブルさんね。それかまいたち、サンドイッチマンさん、サマーズさん、タカアンドトシさん、ダウンタウンさんもそうですね。ナイツさんもそうですね。ハライチもそうですね。博多花丸大吉さんもそうですね。バイキングさんもそうです。マスダ岡田さんもそうです。マジカルラブリーもそうです。野生爆弾さんもそうです。ね。ラーメンズさんもそうです。笑い飯さん。和牛。枚挙にいとまがないとはこのことでございます。そうなんです。売れるコンビ名っていうのは、んがつくっていうのと、さらに母音があから始まるんです。この2点を押さえていれば、売れる芸名がつきます。これを見た、ね、この動画を見て、ぜひ、売れる名前つけてください。今、コンビを組んだ子たち、これからコンビを組もうという子たちに、ぜひ言いたいです。ただ、んをつければいいっていうもんじゃないです。母音をあ行で始めてください。ね。それだけでかなり売れる確率が出てきます。でもさらにもっと売れたいんです、僕はという方に、これ言いたい。衝撃の事実をこう今から言います。実はですね、んがつかなくても、最悪。あーから始まればいい。さらにプラス、売れる条件として。あ、う、というね。音の連続、あ、う、で、始まる、芸名、コンビ名っていうのは売れてる人が多いんですよ。それこそ、ね、今で言いますと、ジャルジャル、ジャル、あ、うですよね。ジャル、ジャル、あ、う、あ、うなんですよ。ジャルジャルはちゃんと分かってるから、あ、う、あ、うにしてるんですよ。カウカウさんもそうですよね。カウカウ。それこそ今売れてる和牛もそうなんです。あーうーなんです。
それはもうあまりにももうね、若手芸人の中ではもう、それを意識してる人が多いので、一時期ね、本当にハムとかね、ガスマスクガールとかね、あーうーでつけるコンビがすごく増えた時期があったんですね。増田岡田さんもそうですよね。あーうーっていうね、なぜかというとですね、おそらくなんですけれども、あうんの呼吸というね、よくありますよね。それこそ仁王像とか、狛犬なんかもそうですけども、あーとうんっていうのが、ね、対になっていますよね。あうんですね。あうんで、あうんの呼吸なんて言います。あうんの呼吸っていうのは一体どういう意味なのかというとですね、万物の始めと終わりという意味なんですね。出す息と吸う息なんですよ。つまり、あうんというので、言葉を形成していれば、これは売れるコンビ名、になるんじゃないかということで、ちなみになんですけれども、これを完璧にしている、コンビがですね、ダウンタウンなんですよ。あうん、あうんですから。あうん、あうんですか。そりゃ売れますよ。ね。ですので、今からコンビを組もうとしている方、ぜひ、バルンバルンとかね。なんかそういうコンビ名にしたら売れるんじゃないですかね。ただはっきり言いますけど、結局ネタが面白い人が売れますけどね。はい、というわけで今日はですね、絶対に売れるコンビ名、お笑い芸人のコンビ名をご紹介いたしました。どうもありがとうございました。